はい、皆さんこんにちは、ハンニャです。今日は6月29日ですね。本日一般社団法人の次亜塩素酸水普及促進会議、こちらの方は JFK というのが略称になるようですけども、でこちらの団体の設立総会が行われまして、その様子が中継されましたね。今回はその総会の内容と、この団体がナイト側に送った質問書について少しだけ考えてみたいと思います。ぜひともね、概要欄の方に総会動画のリンクを貼り付けておきますので、気になる方はぜひご覧ください。この動画で話をする際に何分あたりと書いていますのは、その総会動画の時間を示しています。で、先にこの動画の結論を申し上げますと、もし仮にこの団体が説明された内容の通りであるならば、結構問題である。すなわち前の動画で指摘しましたような、唯一の問題点、国民が唯一信頼するはずの国の機関が自ら信頼性を毀損してしまっている。しかしながら何度も言いますが、どの意見が正しいかを指導者である国民が選択できるわけもなく、したがってナイトに関しましては制度設計などをある程度いじるべきなのかなということになります。まず総会で話された内容及び質問書について、私の気になった点をお伝えします。JFK 側としては、良かった点が1点、悪かった点が1点、そしてその悪かった点が生じた原因に関しまして、ちょっとね、今回は紹介しましょう。良かった点は、次亜塩素酸水が新型コロナウイルスに対してナイトの発表によってちゃんと証拠を持って効果があると言えるようになった点であるというふうに言われていました。ただ悪かった点としましては、次亜塩素酸水の空間噴霧についての危険性がやはり指摘されてしまった点、および WHO によります次亜塩素酸水などの空間噴霧の危険性が指摘されていると厚労省が発表しているものは誤読であるということですね。そしてこの悪かったことが生じた原因は、ナイトの報告と同時に発表されました、厚労省とかがね、出したポスターがあるんですけども、そのポスターなどの内容に間違いがあるからだと JFK の代表は指摘しています。すなわちナイトの発表と同時に出されました関連資料の中に、ナイト委員会の監視を受けていないものが厚労省、経産省、そして消費者庁のロゴ入りポスターとして発表されており、間違った内容が含まれていると JFK 側の方が指摘していますね。で、このような JFK 側の指摘がその通りだとしますと、当然問題でしょうね。前に挙げました動画でも何度も申し上げましたように、体に影響があるものなどについては素人が判断することは不可能です。また様々な学者や機関の意見を提供されても、その中からどれが正しいのか選択する力を素人は持ち合わせていません。従いまして、素人である国民はどこか一つの機関、組織の発表に従って生きていかざるを得ません。そして唯一信用しうるのは国の機関しかありません。だってどこの学者が偉いとか正しいとか素人にはわからないでしょ。しかし今回の JFK の指摘では、ナイトが次亜塩素酸水について検証した結果と、国側がわかりやすく説明した発表内容、この結果と発表内容がずれていまして、そのために国民に対して間違った情報が流れてしまっている、こんな風に JFK 側は指摘しているわけですね。従いまして、 JFK 側が出しました質問書では、ポスターの科学的根拠のない国民を惑わす文言を採用した監修責任者は誰なのかとか、空間噴霧について、ナイトの委員会の承認を得ずにポスターでは危険であると記載することは、今回の試験結果報告における無資格者による捏造行為である、こんなふうに糾弾しているわけですね。JFK 側が出しました質問書に書いてある内容が真実であるならば、大問題でしょうね。何度も言いますけども、専門的な話と言いますのは、素人には判断できないもんなんですよね。従いまして、しっかりとした一つの機関が情報を統制すべきと私は考えますけども、そのためには、その機関が国民からしっかり信頼されることが前提にないといけません。従いまして、JFK からの質問書に対しては、国側は真摯に、そして早急に答える必要があるでしょうね。質問内容は全部は見ていませんけども、基本的なところは
単に事実確認ですからね。誰が監修責任者なんだとか、そういうことですからね。時間は不要でしょう。そしてですね、他方ですけども、JFK という団体が言うような、次亜塩素酸水に関するね、空間噴霧に関する安全性の証拠などが、ちゃんと存在するならば、早急にそれを検証するなどして、安全性を、NITE自身が公表することを期待したいですよね。そして、NITE が信頼されるためにも、情報提供のやり方についても考えるべき。まあ、要するに、NITE が責任を持って、ポスターなどを作るべきでしょう。そのような、実際に物を使うときに参照できるポスターなどが、素人である国民にとっては大事なんですから。それにね、専門的なデータをいくら国民に正確に提示したところで、そんなものは国民は理解できませんよ、普通は。まあ、すなわち今回のように専門機関たる NITE が調査した結果について発表内容をすべて調査した側が責任を持って目を通すという、まあある意味ね、当たり前の制度が必要だと思います。そしてですね、もしこのようなことをせずに NITE などの国の発表が信頼できなくなってしまいますと、国の発表は信頼できないからあの人の意見を聞こうとかいう話になっちゃいますよね。まあそうしちゃいますと、危険なものをよくわからん人の意見に従って使うというような最悪な結果を招いてしまいますから。そしてそういうふうなカオスな状態にならないためにも、 JFK はもうすでにねやってくださってるんですけども、ちゃんとNITEに対して情報提供、そして不正確な発表があれば今回のように質問書を当然送ってくれることを期待しますよね。素人への啓蒙活動は意味が乏しいですから。何回も言いますけども、それをされても国民はその情報を十分に使いこなせませんから。あ、ですからね、くれぐれも私に対して、未だにあるんですけども、効果安全性についてこんな証拠があるんだってコメントをよこさないでほしいんですよね。前も言ったんですけども、以前の動画について私はですね、素人には判断できないけども制度設計としてこうあるべきって話をしているのに、いくら言っても証拠があるんですとか、もしくは証拠を出せというふうな意味不明なことを言ってる人がいるんですけども、今回の JFK がされてるようにおかしいと思えばNITEの方に働きかけるのが正解ですよ。というわけで今回の動画はこの辺にしておきましょう。ぜひともね、何かご意見等あったらコメント欄の方にお寄せください。というわけで次の動画でお会いしましょう。バイバイ。